シュガー・レイはアメリカ合衆国のロックバンド、オレンジカウンティ出身。1992年結成、1995年デビュー。当初はラップロックやポップパンク流星に湧くオレンジカウンティの時勢をつかむミクスチャーサウンドでシーンに登場したが、アルバムリリースごとに音楽性をよりラフな路線へとシフトさせていく中で、夏を感じさせるキャッチーなポップメロディを量産し、ミドルテンポを基調としたサーフロック寄りのサウンドでその地位を築いている。来日公演では2003年のフジロックフェスティバル、2007年にはサマーソニックに出演している。元ハウスオブペイン、現リンプビズキットの DJ リーサルをプロデューサーに迎えたレモネード&ブラウニーズでアルバムデビュー。サイプレスヒルやコーンらのサポートを務めながら全米各地に名を広め、1997年にリリースしたセカンドアルバム、シュガー・レイのアメリカン・ドリーム97、爆走街道まっしぐら、俺らに勝る敵はなし、でブレイク。このアルバムからのシングル、フライが全米やプレイチャート6週間連続No.1の座をキープ、ビデオクリップも MTV や VH1 でNo.1クリップを獲得するなど、ロングヒットを続け、結果アルバムは200万枚を超えるセールスを記録。トリプルプラチナを獲得したサードアルバム14分59秒からはエブリモーニング、サムデイ、フォールズアパートといった一連の大ヒットシングルのカットも続いた。また同時期にはロビン・ウィリアムズ主演の映画ファーザーズ・デイにてバンドごとシュガー・レイ役として出演したのを皮切りにテレビ番組ロージー・オドネル賞やデイビッド・レターマン賞などに出演するなどメディア露出が増加。特にフロントマンのマークはピープル誌による98年最もセクシーな男性の一人に選出されたり、女性誌コスモポリタンからはセックスシンボルの代表格として表紙を飾るなど、そのキャラクターが音楽面以外にも注目された。その後、代表曲アンサーザ本などを収めこれまでで最高位のチャートアクションとなったセルフタイトルのホース、シュガー・レイ、ヒットシングル、ミスター・バーテンダーを擁したレジャーで GO を経て2005年にベスト版を発売して以降は活動のペースを緩めている。しばらくの沈黙を経た2009年にシックスミュージック・フォー・クーガーズを発表。ちなみに復活の常夏番長というやはり相変わらずの邦題が付けられた。このアルバムは本国での発売から1年近く経った2010年になって今更の日本国内版が刊行される異例のリリースになっており、日本版の特典として法人バンド 10-FEET のメンバーを客演に迎えた新6曲が追加された仕様となっている。ありがとうございます。